広報港は中華人民共和国の上海市内を流れる長さ9 7トルの川である。上海市街地の下流の五小口で長江に合流し、長江が東、シナ海に入る前の最後の大きな支流である。川幅は平均4 0 0ルほどで、深さは平均9メートル。年中凍ることはない。広報港沿岸の上海市街地の風景広報港と、 歩道歩道深区から見下ろす広歩行か流広歩行、川口の港湾地帯。海のような長江に合流している広歩行は、太古から流れた川が注ぎ込む淀山湖に源を発する。太古からは、蘇州川も発しており、広歩行は元蘇州川の分流の一つとみなされていたが、広歩行が大きくなった結果、蘇州川の方が広歩行の支流となっている。 広報校の主要な支流には、蘇州川のほか、雲母浜、川洋川、淀浦川、大春川、社、堤、遠接系、大、高などがある。広報校の名は、祖国の政治家であった春申君が封じられたことに、ちなんでいる。高滑浦、春申校と呼ばれた川は、やがて、候補校と呼ばれるようになった。候補校は、上海市の中央を流れ、地域を、裏西と、 ほとの二つに分けている。長江に流れ込む河口は、五章口と呼ばれる港になっている。黄浦江港沿岸の港湾都市として大きくなった上海にとって、黄浦港は外洋や内陸からの船の出入りする交通路であり、市民の飲料水の大半を供給する重要な存在である。上海の中心地であったワイタンは、黄浦江港の西側に広がる。 外観の北端で蘇州川が江港歩行に合流している。江港歩行の東側の歩道はかつて不便な農村であったが、改革開放以後、歩道新区という超高層ビル街になり、上海経済をリードしている。2010年に開催されている上海国際博覧会会場も、この川の沿岸に建設された。江港歩行は、上海市の主要水源であるが、豚の死骸や、 糞の不法投棄が状態化している。2013年に当局が病死した豚肉を販売する業者への取り締まりを強化すると、候補校への豚の死骸の不法投棄が急増し話題となった。2013年3月19日の上海市当局の発表では、候補校から回収された豚の死骸が1万匹を超えた。上海市当局では、 候補校の水質汚染は確認されていないとしている。ありがとうございます。